京野菜、京野菜は京都府で生産され、京都の雰囲気を醸し出す京都特産の野菜。2009年現在では、一般的に京の伝統野菜やブランド系野菜を指す。京野菜の定義は曖昧で、明確には定められていない。京都で品種が確立したもの、または京都独自の生産技術によって生み出された品目などを総称するが、場合によっては京都府内で、 ほとんど生産されないユリネなども含まれる。一般的には明治時代後半以降に日本に導入された野菜は含まれず5世紀から12世紀頃までに中国や朝鮮半島から日本に伝った里芋や大根などの野菜などが軽野菜の対象とされるが20世紀になってから海外品種との交配で作出されたマンガン願寺ガラシが含まれるような場合もある。その一方で 伝統野菜だけでなく、講義には、京都で作られる、野菜すべてを軽野菜とみなせる、という京都市の見解もある。軽野菜は、現代の交雑品種などに比べて、生産性や、形状の規格など、広域流通の便が高くないため、20世紀半ばには、生産が減少したが、京都府や京都市による品種の調査、保存やブランド軽野菜の推移などにより、 1990年代以降は生産、消費が拡大している。1990年の調査によれば、一般的な改良品種に比べて軽野菜は、ビタミンやミネラル、食物繊維を豊富に含むという。なお、京都府農林水産部では、毎月15日を軽野菜の日とし、PR 活動を行っている。また、2008年から軽野菜検定が開催されている。他に、 このような伝統野菜として、大阪府の名庭野菜、奈良県の大和野菜、石川県の加賀野菜などがあり、各地で保存伝承の試みが行われている。1987年に京都府により、京の伝統野菜について、以下のような定義が定められた。八野菜は、大別して夏野菜と冬野菜に分類される。現存種36品種、全滅種2品種。 京の伝統野菜に準じるもの3品種は以下のように分類されている。1989年より京都府、流通団体、京都農協などが中心になり設定した農産物の認定制度。京の伝統野菜と12品種、京の伝統野菜に準じるものと2品種が重複する。また、黒大豆、丹波栗など、伝統野菜でない丹波、丹後地方の特産物など、 以下の10品種も含む、制度開始以来、ブランド品目を認証し、産地と生産者を3年ごとに見直しながら、認証するとともに、毎年4000件以上の生産物の検査を行っている。産地として、一定以上の生産量があり、農協系の組織を通じて計画的に、市場出荷が行われることなどが要件となっている。このため、特に、京都市内の生産者は、 生産量の基準を満たせず、制度の対象外となっている。旬の野菜の消費を促進することによって、栄養価の高い野菜を市民に供給し、栽培する上で、エネルギー消費を抑制するとともに、地産地消により、輸送エネルギーも削減することを目標とし、京都市が1988年に開始した制度。環境への配慮から、農薬や化学肥料の使用を減らすよう進めている。 また、食育の一環として、市内の小中学校の給食の食材にも取り入れられている。認定の規定としては、以下の4項目がある。なお、伝統野菜以外の作物も認定の対象となり、一部の品種改良されたトマトなどは特に新京野菜と呼んでいる。問題点として、京都市が販売数量や金額を把握していないため、 ブランド管理に影響がある点などが指摘されている。軽野菜は地域内での消費を基本としてきた。京都市中央卸売市場第一市場のほか、京都市内だけで11カ所の地方卸売市場があり、生産者が野菜を持ち込んでいる。さらに、農家がかつては第8社、近年は軽トラックで自ら顧客の家庭を回って販売する、振り売りの風習が残っている。 また、特にブランド系野菜の事業では、不外への販売を積極的に促進し、2004年の時点で、旭川市から福岡市まで、日本国内の広い地域に販路が広がっている。京都では、近世以前は新鮮な魚介類が入手しにくく、また、仏教の影響で食肉を避けることなどから、系料理では、伝統的に野菜が重視されてきた。また、得られる、魚介類は、 干物や塩造物が中心となったが、その調理には工夫が凝らされ、棒だらとエビ芋を炊き合わせた芋棒、わかめとタケノコの煮物など、野菜が積極的に取り入れられた。さらに軽野菜は佐道の懐石料理や精進料理との結びつきが強いため、鮮度の良い野菜が一年中求められてきた。近隣で同様の野菜が生産されていても軽野菜を取り寄せる。 東京の料亭があるなど、軽野菜は近年も日本料理の素材として高い評価を受けている。また、軽漬物や一般家庭のおばんざいの素材としても用いられている。外食産業では、軽野菜を常時3品目以上使い、軽野菜料理を常時3品以上提供するという条件を満たした飲食店を対象とした旬の軽野菜提供店の認定制度があり、 2015年の時点で、京都府と東京都の和食、西洋料理、中華料理の各分野から計216点が認定されている。2006年の京都市内における調査によれば、計野菜のイメージとして以下のようなものがある。延暦13年、794年の平安計創設以来、京都は都として繁栄して各地から人々や物品が集まり、 宮廷や社寺への健常品も含めて、多様な野菜が集まってきた。現在の都道府県の区分で、京都府を元気児とする系野菜は一つもないが、一部の野菜は系の気候風土が栽培に適していたため、良質な品物が得られるようになった。また、野菜自体の味を向上させるため、歴史的に栽培方法の工夫や品種改良が重ねられてきた。 京都近郊では、市中の生活から出るしもほえが、農地の生産力を高め、鴨川や高野川、桂川、宇治川は、上流から、肥沃な土壌を運ぶとともに、農業用水となってきた。また、同じく、京都近郊での年間1,800ミ、mm、リメートルほどの、適度な降雨と年平均14摂氏15度の、温暖な気候は、洋災類などの育成を支える。京都盆地では、 県北の丹後地方のような積雪はなく陶器でも、麦や野菜の土買うは可能であり、適度な冷却はむしろ野菜の味を高めるとされる。なお、同じく府内で温暖な山城地区では、伝統的に水田や菜園を主体とし、野菜生産は、京都近郊ほど盛んではなかった。京都という大都市の消費市場が存在したため、京都近郊の農家では、自家消費用だけでなく、 商品野菜の生産が著しく発達した。これに加え、農家の多くが中間産地に位置して、各個の工作面積が小さかったことも、集約的な商品野菜の栽培を促したとみられる。また、宗教行事における精進料理や晴れの系料理には、多種類の野菜が必要とされ、その生産や確保に工夫が凝らされてきた。一方で、 同じ地域内における野菜の集約栽培によって連作障害が生じることを避けるため輪作に工夫が凝らされた。20世紀前半の水田を利用した輪作の例では、など様々な体系を農地ごとに数年続け、田畑林間によって異なる輪作を取り入れる仕組みが確立されていた。しかし近代以降に交雑育種によって得られた新しい、 品種との競争が始まると、軽野菜は生産性や消費動向などの面で優位性を失って栽培が衰退していった。京都府はその状況を危惧し、1960年に農業試験場で伝統野菜の品種保存を検討し、21品目105種を品種及び栽培方法の保存対象として選定した。1974年には、府が 伝統野菜原種保設置事業を開始し、農業総合研究所が生産農家から栽培方法を聞き取って記録するとともに、種苗の提供を受けて保存するようになった。1977年からは、共託した農家の許可を得たものについて、産地育成のために種苗提供を行うようになった。また、京都市も1962年に特産素材保存補助を設置し、 10種類の品種について保存の委託事業を始めた。一方、1980年代に入ると全国的な米の生産過剰とそれを受けた米価低迷から京都府でも営農の柱を従来の米から野菜など集約的な園芸作物に移行する必要が生まれた。高知面積の制約から大量生産は困難なため市場競争力のある 多品種少量生産の品目が必要とされ、特有の優れた味やブランドイメージを有する系野菜が着目された。このような動向を受けて、京都府は農業改良普及所と共に、府内全域で野菜の品目、品種を調査し、高島志郎の指導下で1987年に、系の伝統野菜の定義を整理し、40種類を指定した。翌1988年には、 京都府内産農林水産物のブランド確立に関する基本指針を取りまとめ、軽野菜の生産拡大と流通販売力の強化を推進するブランド軽野菜の事業が1989年に待った。東階級や出荷形態などの基準を満たすものとして、同年の開始時点では春夏3品目、秋冬4品目。 市場流通する生産量確保と企画水準の維持が可能な産地として18カ所がそれぞれ指定された。1990年代に入ると、軽のふるさと産品価格流通安定協会が首都圏への出荷やアンテナショップの開設、各種イベントでの広報活動などを始めた。また、伝統的に露地栽培されてきた水菜やミブナを パイプハウス栽培するための助成による出荷期間の延長や研究機関との協業による病害虫駆除などによる生産性や品質の向上、消費動向に対応した小型化のための栽培の工夫など技術面でも様々な取り組みが進められた。これらの活動もあって軽野菜の生産、消費は拡大し、ブランド系野菜は品目、産地ともに認証の広ぐが進み、 1999年には20品目83産地、2007年には21品目115産地が、それぞれ指定の対象となっている。この間、ブランド系野菜の販売金額は1989年の3、800万円から2008年には15億円を超えるまでに増加し、京都府の野菜全体の産出額も214億円から243億円に、 増増加し、後者は、都道府県別の増減率で5位に相当する。このような消費拡大の一方で、若い生産者を中心とした大規模な生産法人などの育成が進まず、生産者の高齢化などによって産地が縮小し、販売規模の拡大や計画的生産が困難になっている。また、他府県産の同じ品種との競争などによる軽野菜全般の単価の下落も、 問題となっている。京都には野菜を祈りの対象とする様々な宗教行事が現存する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。